大合院は、京都市東山区千乳寺山内町にある新聞州、千乳寺派の寺院。三号は、明王山。本尊は、阿弥陀如来。千乳寺の塔中。金利五房大所千乳寺別塔お寺別塔大合院とも称する。泉山七福神巡り第四番札書。辞典によれば、大道元年に、空海が、塔で監督した、三保高人像を安置して、 大合院を改装したとされる。それから約400年後の憲法6年、潜入寺の長老であった月尾佐都市、鏡立氏が藤原信夫の記憶を受けて書道を整備し、潜入寺の支援となったが、応仁2年の応仁の乱の陛下により、伽藍が消失し、荒廃した。その後、天正2年、中高の蘇春はじめ名将が、織田信長の援助により、再興、慶長二年には、 前田敏家が書道の再建を行い、徳川家からも援助を得て、経済的な基盤も整い、ようやく復興を果たした。元禄十四年三月十四日、江戸城小塩廊下において、阿古藩の大名であった浅野長典が、吉良義仲に切りつける事件が発生した。浅野長典は切腹、阿古浅野家は、お家断絶となった。浅野の家臣である、 大石義雄は、阿古を退去した後、外籍にあたる、当時の先入寺長老、兼、来合院住職であった、拓岩王将を頼り、来合院の段下となって、寺受け正門を受け、山品に今日構え、多くの時間を、来合院で過ごしたと伝えられる。工房大使と古水、大石義雄は、来合院に書院を起こし、また、境内に、 工房大使が特攻を用いて掘られて遊水したという伝承のある特攻水が湧き出ることから茶室、含む水圏、含む水に輪を設け、ここで茶会を模様しながら同志である元は後半の家臣たちと打ち入りの密議を行ったとされる。また大石は、現在も来合院本堂に安置される将軍地蔵像を念事物として祈願したと伝えられる。 明治時代になると、廃物希釈により荒廃したが、大正時代になって修復され、現在に至る。また、大正時代になり、当時の下に秋ら住職によって、大石吉尾の遺徳を忍び毎月14日に含む、水県にて茶会が催されるようになった。また、阿光老師による打ち入りが行われた12月14日には、大石器として茶会が営まれた。この茶会は、現在も、 福水会の名で継続されている、公人同修行大師像、ありがとうございます。